静岡市清水区の友江川ですこちらもともと老朽化によって通行止めとなっていた歩行者用の橋なんですが台風15号から4ヶ月経った今も流木がそのままになっています当時友江川の水位がこの橋を優に超える高さまで上がっていたことがわかります去年9月に県内を襲った台風15号1時間雨量では 四十九年前の七夕豪雨を超える百七ミリを観測し、巴川が氾濫。静岡市内で四千四百棟以上が床上浸水被害に遭いました。こんにちは。すみません今日はよろしいし静岡市清水区の一軒家に住む鈴木さんの家も浸水しました。うん。震えるわ。うう リビングにキッチン、和室、玄関、1階はすべて水浸しになりました。最大で床上70センチほどまで浸水したといいます。あ、じゃ失礼します。すあの日から4ヶ月、今の自宅はどうなっているかというと、あもうだいぶ綺麗になってますね。はい、年末にあのリフォーム終わりました。 えとこのドアもクロスも、はい、えとドアあとキッチンも,もう全部閉まらなくなっちゃったので新しくしました、うん、もちろん床もあはいあ床も変えました1階部分はじゃもう変えてないところがないぐらいそうですね天井変えてないぐらいです カビの繁殖が予想される床や壁、水でふやけて閉まらなくなったドアやキッチンなど、天井と照明以外のほぼすべてをリフォームせざるを得ませんでしたすごくリフォーム費用っていうのがかかったと思うんですけど、どのくらいかかかったんですかえーと900万ぐらい。万 見積もり額を見て驚いたというリフォーム費用でしたが都築さんは市の補助金と10年前に加入した保険ですべて賄うことができたと言います家を建てて2、3年経ったときに家の前に川があるのでなんとなく心配になって水害の特約をつけたんですけど。 いや助かりました入っててよかったなと思います鈴木さんを助けたのは建物にかけていた火災保険の水災保障です台風や暴風雨による土砂崩れや床上浸水で建物が損害を受けた場合に修繕費を保証します火災にもかけていれば家具や家電も保証されます台風15号で被災者の対応に当たった 静岡市内の保険代理店です。火災保険について正しく理解していない人は多いと言います。火災保険と聞くと、火災保険って火事しか出ないんじゃないのっていう問い合わせは最初にいただくことがありますけれども、まあ、ご加入されているプランによっては水災であったり、雪災、あと風災というところも対応しています。しっかりとその水災が保証されるプランに。 入られているというところが一番大事だと思います2021年度の調査では全国の火災保険契約件数のうち水災保障の付帯率は65.4%およそ3割が水災保証をつけていませんつけない理由には自宅は水害の被害を受けないと思う年間1万円から2万円ほど上乗せとなる保険料が高い 水災保証を知らなかったなどがあるようです。業界の中で県が適用ができなくてというようなケースっていうのはお聞きを読んでますかそうですね。中にはやはりえっと追災の保証に入っていなくて、ま自分のキャッシュから何百万も払ったっお客様はいらっしゃいました。 市町村が発行しているハザードマップ、まあ、そこでまあ自分の地域がどのような状態になるかというところをまず把握していただいてそのリスクに合ったものを相談していただくというところがまず第一歩ではないかなと思います。うんうんうん